はじめの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。最近ですね、楽器店の店頭、うちのお店だけじゃないと思うんですけども、こういう感じの、書籍っていうのが結構増えてきたように感じるんですよね。で、こういうものって何があるんかなっていうのを今ざーっと見てたんですけど、結構面白そうなんですよね。なので今日はちょっとこの書籍の魅力についてお話ししたいなと思います。楽器店の店頭に並んでる本っていうと、いわゆる楽譜がほとんどだったんですけども、最近こういう書籍が増えてきてるんですね。で、書籍の中でも例えばその作曲家の半生の、まあ、漫画家にしたりとかね、そんなんとかもありますし、いわゆるムック本って言って教則本の、まあ、ちょっと簡単なもんみたいなやつとかも、あったりします。その中で割と最近多いのが、例えばこういう、お悩み系ですね。お悩み相談室 Q&A、 これまあどっかの雑誌の連載とかまとめたやつが多かったりするんですけど、こういうものとか、演奏家の半生を綴ったかなり分厚いですね、こういうものとかですね。音大美大卒業生のためのフリーランスの教科書ということで、まあ、現役の音大生とか、これから音大行きたい子のための、まあ、指南本みたいな感じですね。とか、これは夢を叶えたピアノ講師、これ結構売れてるんですけどね、まあ、要はその指導者としてどうやって生きていくかみたいな話とか、あとこちらうちもお世話になってます赤松凛太郎先生の、まあ、本、これも、まあ、半生というか、まあ、半生ですね、エッセイをまとめた本なんですね。これらの本なんですが、何かこうジャンルでまとまってるわけではないんです。例えばそのお悩み系 Q&A とかでしたら、もう本純粋に読み物ですよね。こういうのを読んで、実際の生活に使ってくださいみたいな本もありますし、演奏家の半生を綴った本、これなんかは演奏家になるためにはどういう生活をしとかなきゃいけないのか、まあ多分ストイックな生活されてると思いますし、練習家ってどれぐらいせなあかんかみたいなことが書いてあったりするんですね。こういうのを見てこれからの進路を考えるって人もいるでしょうし、でそもそもその音大行くためにはどんなことしなきゃいけないか、出てからどういうふうなことが待ってるかみたいなことが書いてあったりします。まあいろんな本が出ています。で、多分全部が全部皆さんにとって興味があるかいったらそうじゃないと思うんですよね。でも音楽っていうと、その楽器を演奏する、ピアノを弾く、サックスを吹くだけではなくて、やっぱこういう本を読むっていうのもすごく勉強になると思うんです。確かに音符は1個も出てきません。文字ばっかりです。なかなか面白くないし、こうやって練習した方がいいわって思うかもしれませんけども、やはり音楽家もみんな人の子なんですよね。その人の半生を綴った本を読んでみたいとか、悩みを共有してみたいとかすることって、きっと皆さんのプレイに絶対響いてくるんです。なので全然寄り道じゃないと思うんですね。こういう本もぜひ読んでください。で、ぜひ手に取ってください。興味あったらパラパッと読んでもらって、面白そうやなと思ったらぜひ、じっくり読んでもらえたらなと思います。はい、というわけで今日は、最近増えてきた音楽関係の書籍の魅力についてお話をさせていただきました。ぜひ興味があるものを手に取ってご覧になってください。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それと一番最後の画面に出てきます平瀬楽器の LINE アット、こちらの登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。